きチャレンジ、イエーイ。今日は音響さんに遊びに来ました。入ります。はい、よろしくお願いします。本谷と言います。よろしくお願いします。真空フォロー3月にアルバムリリース、そしてワンマンツアーがあります。そして今後のレコーディングなどにも使いたいと思って、今日はイヤモニを作りたいと思います。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そもそもイヤモニって何ですか？はい、最初はですね、ミュージシャンの方がステージの上で音を聞くために使われてたイヤホンなんですけども、はい、現在は音楽を聴く用としても、使われておりまして、特に一番の違いがですね、なんと耳型を取って作る、はい、オーダーメイドのカスタムイヤホンとなっております。はい、しかも好きな音も選べて、好きな色も選べて、ケーブルもフィット感も選べると、そのようなものになっておりますので、本日は水木さんに作っていただきたいと思っております。ありがとうございます。では作っていきましょう。はい、では最初なんですけども、はい、私たちのイヤモニなんですが、音を3つから選んでいただけます。はい、中のその3つの違いなんですけども、中に入っているスピーカーですね、ドライバーと言ってますけども、数が違いまして、1発のもの、2発のもの、3発のものがありますので、ぜひそれを聞いていただいてですね、はい、お好きなものをお選びいただければと思っております。はい、はい、じゃあドライバー1発のこの C1 のモデルから聞いてみたいと思います。C2 のモデル聞いてみたいと思います。全然違いますねそして次はドライバー3つの C3 のモデルを聞いてみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。そうですね、なんか C1 に比べて C2 はなんかすごい馬力があって、うんうん、アタック感もすごくあって、はい、私は一番3つの中ですごいテンションが上がりました。やはり2way のモデルが広域と低域にドライバーがそれぞれあるので、うん、非常にこう迫力のある音を出せるのと、うん、まあ、ドラムも本当にシンバルからキックまでですね、綺麗に鳴らしてくれるのかなと思います。すごいアタッキーですよね、はい、バシバシバシみたいな。で、なんかこの C3 の方は全体にすごく広く広がりつつ、ちゃんとどれもちゃんと聞こえる感じでした。はい、はい、C3 なんですけども、広域、中域、低域3つ入っておりますので、本当におっしゃられた通りにもたくさんの音が聞こえる、リッチな音を楽しめるのが一つの特徴となっております。はい、はい、まあ、力強いベースも特徴かなと思うんですけども、まあ、例えばドラムのこういうくっきりとしたキックとか、はいはい、シャンとなるこうシンバルとかは個人的にですけども、ツーウェイの方が優れているのかなと。あ、そうなんですか。もののポイントですね。ベースをちゃんとアタッキーに聞きたいですよ、ライブの時とか。なるほど、はい、だったら2番の方がおすすめですか。あ、そうですね、2番もう正直言いますと、結構な数のドラムベーシストの方からも、愛用されておりまして、おっしゃった通りそのアタッキーな、ピッキングのニュアンスだったりとか、ドラムの細かいニュアンスが分かるということで、非常に支援してもらっているモデルでもあります。なんか噂によると、ね、皆さんも2番でしょ。そうなんですよ、やっぱりもう、そうなんです、高原さんがちなみに2番で、はい、松本さんは3番で、はい、じゃあちょっと、ね、皆さんと同じ2番にしたいと思います。はい、2番、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。そして次は何するんですか。はい、次はですね、本体の色をお選びいただけます。はい、私たちのカスタムイヤホンなんですけども、すごい綺麗、かわいい、12色揃えておりまして、はい、右左違う色に選んでいただけることができますので、はい、はい、まあ、ご自身の好きな色を左右それぞれ選ぶにいただくことが可能です。これはね、ちょっとすぐ決まっちゃうんですけど、はい、あ、どうぞ。黄色をちょっと、ね、黄色で、はい、入れさせてもらいます。でもなんかどっちも黄色だと結構ライブの時って暗闇が多いんで、なんか右左分かんないんですよ、はい、なのでちょっともう一個ちょっと白にしたいと思います。あ、わかりました。はい、では右と左をお選びいただけますか。どうしましょうか。そうですね、なんか歌う時に結構こっち向くんですよ、はい、叩きながらこう、はい、お客さんに見える方を黄色にしたいので、はい、右を黄色にします。右を黄色で、はい、そうしました次はですね、なんと、はい、ケーブルの色も選びたことができます。あ、そうなんですか。はい、で、これは、こちらケーブルなんですけども、はい、赤、白、黒、はい、用意しております。これは黒で、黒で、はい、わかりました。お願いします。
では最後にですね、お選びいただくのが、遮音性もお選びいただけます。はい、まあ、このように耳型を取ってですね、はい、この通りにイヤホンを作るんですけども、恐竜のようですね。はい、やっぱりこのまま作ってしまうと、はい、中には少しこうきついだとか、はい、少し音が、周りの音が聞こえすぎないという方もいらっしゃるので、はい、私たちはこう一番、タイトなモデルからですね、徐々にこう下げていくことができます。なるほどです。はい、私は結構シンバルの音がすごいうるさいんですよ。あ、なるほど、なるほど。なんでもう完全密閉がいいです。あ、わかりました。はい、それでは一番こう強めのプロミュージシャンのモデルにしておこうと思います。はい、はい、お願いします。はい、ではこちらで全ての仕様が決まりましたので、はい、はい、次は、実際の耳型取りに進もうと思います。はい、耳型取ります。耳の型取ります。はい、では取っていきましょう。はい、お願いします。はい、実際にですね、耳の方なんですけども、このシリコンを耳に詰めて、はい、型を取ります。はい、この2つを混ぜると固まって、5分ぐらいで固まります。ただそのままだと耳にシリコンがズブズブと入っていってしまうので、このスポンジを耳に入れて、耳に蓋をしてから、こちらでですね、この注射器のようなもので、このシリコンを耳の中に入れていくということで、実際にやっていきましょう。はい。はいはい、では早速耳型を取っていきます。はい、はい、最初にですね、このスポンジを耳の奥に置きます。はい、失礼します。耳にはですね、カーブが2つあって、その奥に鼓膜があるので、そのカーブの少し過ぎのところまでこのスポンジを持っていきます。はい、はい、これぐらいですね。はい。はい。では次にこのシリコンを耳の中に入れていきます。はい、はい、うわすごいこれを混ぜて、混ぜ出すとこう色が変わってくるんですけども、5分ほどで固まるので、ちょっとここはスピード勝負になります。はい、はい、こんな感じですね。あ、すごい。はい、じゃあ入れさせていただいて。美味しそう。え冷たい。はい、ではこちらで5分ほどお待ちください。はい、水の中にいるかのようですね。それでは右耳を取りましょう。はい、お願いします。はい、はい、では少しずつ入れていきます。はい、では同様にシリコンをこねて入れます。はい、それ柔らかいですか。はい、もうすごそう。最初はすごく柔らかい。スライムっぽいですか、餅っぽいですか。そうですね、スライムの方ですか。その中間ぐらい。あ、中間ぐらい。本当に中間ぐらいです。はい、では入れていきます。はい、何も聞こえない。もう何も聞こえません。うわぁ、はい、今肺がギリギリ何も聞こえません。シリコン取っていきます。はい、はい、お願いします。はい、します。固まっていることを確認します。はい、爪痕が残らないので OK です。では取ります。はい、はい、うわ、カーブに引っかかって普通に引っ張ったら取れないので少し回して取っていきます。すごい、じゃん。うわ、
はい、こちらがうわ型になります。すごい変な形。恐竜みたい。すごいですね。気持ち悪いですね。なんか耳の中の形って。はい。はい。取ります。お願いします。はい、お疲れ様です。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、こちらも恐竜のようです。はい、このようになってます。耳型取れました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。なんか結構痛いイメージとかあったんですけど、全然痛くなかったですね。あ、よかったです。はい、はい、なんかぜひ皆さんもやってみてください。はい、思います。ではこの耳型ですね、はい、はい、お預かりいたします。はい、します。はい、この後工場の方に発送いたしまして、国内の方で 3D プリンターを使ってシェルを作ってお届けするのに2週間ほどかかりますので、はいはい、楽しみにお待ちください。ありがとうございます。はい、次のツアーからこれ使いたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。皆さんもお楽しみに。以上、水木チャレンジでした。